仮説目とは哺乳類の絶滅した目の一つ。白秋の末期に出現し、新生代の前半に栄えた。オーストラリア大陸以外の全大陸に生息した。シ目とも表記する。仮説目の中で最も古いプロトゥングラトゥムは、白秋末期の地層から発掘されている。ごく初期のフシ目はカギメを有し、食中目と類似していた。フシメは、 新生代の前半には繁栄し、オーストラリア大陸を除く全世界に広がったが、中心世の初めには絶滅した。身体的特徴としては、カフシメはあまり特殊化しておらず、外して小型である。五本指でヒズメを有していた。有ヒズメ動物としては、最も古く、また最初の草食性哺乳類を排出した目である。ただしカフシメには、 アルクトキオンのように雑食性と考えられている小グループも含まれる。かつてカフシメは夕日詰動物全体のビソと目された。形態特徴による分類からヒソプソデュスカはゾウメ、イワダヌキメ、ジュゴンメといったアフリカ獣たちの祖先とされフェナコデュスカはキュウシメ、ウマメの祖先とされディドロデュスカはカツキョメ、ミナミヒズメメといった南アメリカ大陸特有の 夕日爪動物群の祖先とされ、各てカフシメを頂点にした夕日爪動物の進化系統図が作られた。しかし、90年代以降に分子生物学が起こると、この仮説目の地位は揺らいでいる。ゾウメなどのアフリカ獣は、中世代白亜紀後期にはすでに、ローラシア獣たちとたもを分かったことが判明し、旧シメはメソニクスメを呼び、 旧クジラメと禁煙であることが判明し、馬メはネコメコウモリメなどありヒズメ動物に限らない多様な動物群と共通の祖先を持つことが判明している。これらの動物たちが白亜紀末から中心夜までの間にすべてカフシメを祖先として分岐したと考えることには困難がある。歩くとき温相称して馬ひづめ中メという赤月新に出現し、 孤立した南アメリカ大陸で繁栄したが、先進予に南北アメリカ大陸がつながると、北米産の動物との生存競争に負けて、ほぼ絶滅。後進予には完全に絶滅した。古生物百科事典、朝倉書店、1982、カフシメの子、モロッコ産の初期のカフシメ。ありがとうございます。